ちは。今日は、テンダリーのおすすめのウイスキーをご紹介したいと思います。世界中のバーの中でも、テンダリーだけにしかないウイスキーです。こちら今、ウイスキーラバー垂涎の的、埼玉秩父にありますベンチャーウイスキーイチローズモルトです。こちら、ラベルにも書いてありますが、2009年の11月、9日に蒸留されたウイスキー、そして、ボトリングいたしましたのが2017年、くしくも生まれた時と同じ11月9日にボトリングされました。樽の大きさは、バーレルといいまして、一番小さい、小さい方のタイプのウイスキーですので、8年間熟成させて、こういって、ボトリングできましたのが191本です。とても好評で、テンダリーでもあと残り3本ぐらいになってしまいました。こちらのラベルですが、テンダリーは大きな窓がありまして、春になりますと桜が満開に見れます。その夜桜をイメージしてお客様に書いていただきました。それとこのかかってる札ですが、これもお客様が作ってくださいました。漢字でテンダリーです。はい、ウイスキー、ジャパニーズウイスキー、スコッチウイスキーにとりまして、8年というのは決してこう長い時間の方ではありません。ですがこの、テンダリーカスク、とても、こまめに面倒を見てくださいまして、8年間の間でも倉庫の中で2回移動させて、ちゃんとこう育ち具合を見守っていただけていたウイスキーです。とても大事に育てていただきました。かすかなこうスモーキーさもありながら、ドライフルーツのような香り、またナッティーな感じ、味わいはとてもスムースで、ついあっという間に飲み干してしまいそうなウイスキーです。今、イチローズモルトウイスキーとても人気で、私の店のような業務店でもなかなか入手困難なウイスキーではありますが、幸いにも2009年に樽ごと購入できましたのはとても、幸運なことでした。ぜひ、ご来店いただく機会がありましたら、ぜひ一度このウイスキーを召し上がっていただきたいと思います。よろしくお待ちしております。